ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は阿部を有利と見てあげましたが、両者の体が落ちるのは同時ではないかと物言いがつき、協議した結果若元春の手が先についており、行司軍配通り阿部の勝ちといたします。